今週のテーマは秋に食べたい簡単おかず。爽やかな秋の風が心地よい季節になりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。今週は旬の食材を使った簡単おかずをご紹介。ホクホクのさつまいもを使った炒め物から、ねっとり食感が美味しい里芋の味噌煮まで、旬のおかずが盛りだくさん。このチャンネルでは料理上手になるための美味しくなるコツやポイントをまとめています。ぜひ最後までご覧ください。月曜日は豚バラとさつまいもの甘辛炒め。秋の野菜といったらさつまいも。今日はさつまいもと豚バラ肉を使ってご飯が進むおかずを作っていきます。さつまいもは一口大に切ります。さつまいもには不足しがちな食物繊維がたっぷり。皮にも栄養が豊富なので皮まで丸ごと使っていこうと思います。水にさらしてアク抜きします。時短のために事前に電子レンジで火を通しておきます。耐熱容器に入れてふわっとラップをし、600ワット3分加熱します。その間に豚バラ肉を3センチ幅に切ります。フライパンに豚バラ肉を並べ、色が変わるまで中火で炒めます。豚バラ肉は油が多いので油は引かずにそのまま炒めて OK です。さつまいもを加え、豚バラ肉から出た油を絡めるようにして炒めていきます。醤油、酒、砂糖、みりんを加え、全体に絡めるように汁気が少なくなるまで炒めます。仕上げに白いりごまを振ったら、豚バラとさつまいもの甘辛炒めの完成です。今日はさつまいもと豚バラ肉だけで作れるスピードおかず、万能ネギを散らしていただきます。ホクホク食感のさつまいもと旨味たっぷりの豚バラ肉は相性抜群。甘辛ダレでご飯が進みます。季節の変わり目は体調を崩しやすいので、デザートにはビタミン C たっぷりのキウイをいただきました。火曜日は鶏肉とごぼうのこっくり煮。今日はごぼうが主役の煮物を作ります。ごぼうは洗ってあるものよりも泥付きがおすすめ。ごぼう本来のみずみずしさや香りを楽しむことができます。ごぼうはたわしでこすりながら流水で汚れを落とし、斜め切りにします。ごぼうはアクが強いため水にさらしてアク抜きします。長時間漬けるとごぼう独特の旨味や香りが飛んでしまうため、5分程度漬けておきます。鶏もも肉は表面についている水分をキッチンペーパーで拭き取ります。時間に余裕があるときは黄色い脂肪や筋を切り落としておくのがおすすめ。雑味を抑えることができます。食べやすいように一口大に切ります。こんにゃくはアク抜き不要のものを買ってきました。包丁ではなくスプーンで一口大にちぎることで断面が粗くなり、味が染み込みやすくなります。深めのフライパンにごま油を熱し、鶏もも肉を並べ中火で炒めます。鶏もも肉の色が変わってきたら、こんにゃくとごぼうを加え、油が全体に絡むように炒めます。今日は和風顆粒だしを使ってお手軽に。 A を加え強火で煮立て、アクを取ります。落とし蓋をして弱火で15分から20分煮たら、鶏肉とごぼうのこっくり煮の完成です。旬のごぼうを使ったこっくり煮は懐かしいおふくろの味。香り豊かなごぼうと旨味たっぷりの鶏肉を使った煮物は絶品です。
ごぼうには食物繊維がたっぷりなので、腸内環境を整えてくれる効果があるから嬉しい。多めに作って常備菜にしておくと、忙しい日の私を助けてくれます。皆様もぜひ作ってみてください。水曜日は鮭とキノコのバター醤油炒め。今日は油の乗った鮭とキノコをたっぷり使って定番人気のバター醤油炒めを作ります。小松菜を入れて彩りアップ。4センチ幅に切り、茎と葉を分けておきます。キノコは舞茸とブナシメジの2種類を使って香り豊かに仕上げていきます。舞茸は手で裂いてほぐし、ブナシメジは石突きを切り落として細かくほぐします。鮭は臭みにつながる水分をキッチンペーパーで拭き取ります。一口サイズに切り、塩コショウを振って下味をつけ、片栗粉をまぶします。片栗粉をまぶすことで鮭がしっとり仕上がり、タレとの絡みも良くなります。フライパンにバター 10g を熱し、鮭に焼き目をつけるように中火で炒めます。鮭の色素アスタキサンチンは優れた抗酸化力を持っており、免疫力アップや老化防止に期待できます。鮭がこんがり焼けたら、小松菜の茎とブナシメジと舞茸を加えて炒めます。小松菜とキノコ類がしんなりしたら、バター 10g と醤油を加え、小松菜の葉を加えさっと炒め、塩コショウで味を整えたら、鮭とキノコのバター醤油炒めの完成です。今日は油の乗った鮭とキノコをたっぷり使って定番人気のバター醤油で仕上げました。しっとりジューシーな鮭とキノコの豊かな香りで食欲そそります。小松菜を入れて彩りアップ。目で見ても楽しいおかずです。息子もパクパク食べてくれました。美味しそうに食べる笑顔を見て嬉しい気持ちになった晩御飯でした。木曜日はねっとり里芋と豚バラの味噌煮。今日はほっこり温まる里芋と豚バラの味噌煮を作ります。里芋は皮をよく洗い、水気がついたまま耐熱容器に並べ、ふわっとラップをし、600ワット5分加熱します。その間に豚バラ肉を2から3センチ幅に切っておきます。 A の材料を合わせておきます。里芋は温かいうちにキッチンペーパーで包んで手で皮を剥きます。電子レンジで温めてあげれば簡単につるっと皮を剥くことができます。一口大に切ります。深めのフライパンに豚バラ肉を並べ中火で炒めます。豚バラ肉から脂が出てきたら里芋を加えさっと炒めます。里芋は食物繊維がたっぷり、腸の働きを活発にし、便秘予防改善に期待できます。腸内環境を整えることは美肌作りにもつながるので、綺麗を目指す方にもおすすめです。 A を加え一煮立ちさせてアクを取ります。落とし蓋をして弱火で15分から20分煮ます。里芋に竹串がスッと通るようになったら、味噌を溶き入れます。仕上げに白すりごまを加えたら、ねっとり里芋と豚バラの味噌煮の完成です。今日は里芋が主役の味噌煮を作ってみました。ねっとりとした里芋は美味しすぎていくらでも食べられる美味しさ。子供から大人まで喜んでいただけるひと品です。副菜はごま油とニンニクを効かせたおつまみきゅうり、
ポリポリ食感でとっても美味しいです。デザートはわせみかんを味わいました。金曜日はカリジワ、手羽元のピリ辛だれ。今日は手羽元が安かったので買ってきました。ピリ辛だれが絡みやすくなるように片栗粉をまぶしていきます。フライパンにごま油を熱し、手羽元の両面に焼き目をつけるようにして中火で炒めます。手羽元は脂身の少ない肉質で柔らかな食感が特徴的。手羽先と比べると低カロリー高タンパク質です。表面に焼き目がついたら蓋をして弱火で10分蒸し焼きにします。仕上げに A を加えて汁気が少なくなるまで煮詰めたら、カリジワ手羽元のピリ辛だれの完成です。美味しそう。コスパ抜群の手羽元を使った簡単おかず、外はカリッと中はジューシーに仕上げました。お肉の旨味とピリッとした甘辛だれは相性抜群。ご飯のお供にぴったりです。今日の副菜はトマトとキュウリの中華サラダをいただきました。今週は秋に食べたい簡単おかずで季節を感じる晩ご飯を楽しむことができました。来週はパパッと作れる簡単おかずで笑顔で過ごしていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、励みになっています。いつも本当にありがとうございます。皆様の食卓に笑顔があふれますように。